遥か昔から海の安全を守ってきた灯台。その役割は時代とともに変化してきています。皆さんは灯台を訪れたことはありますか？日本の近代史における重要な建築物灯台について、歴史、人、技術、地方という観点から、灯台とは何か、灯台と人との関わりは何かということをテーマにお話を聞きたいと思います。では改めて灯台の役割について教えていただけますか？はい、灯台はですね、船乗りたちの今自分がどこにいるかというふうなところを確かめるため の、標識というかですね、目印の役割を、担っております。現状はですね、今結構船にはですね GPS がついてまして、その機械で自分の船の場所というのが、分かっていますので、昔ほどこう灯台の役割っていうのが、薄まってきてるっていうところはあります。時代とともにやはり変化していってるということなんですね。こちらの菅島灯台、来年2023年に初点灯から150周年を迎えます。そして今年9月20日に菅島灯台が国の重要文化財に指定されました。この灯台の周辺の海域というのはですね、昔から海の難所として多くの船が難破をしたり遭難をしたりということで、非常に危険な場所であったと。でそのためにですね、時の江戸幕府がですね、灯台の前身となる、かがり堂を作りまして、そこに火を灯して、船乗りたちの目印としたと。でその後ですね、明治政府がですね、この洋式灯台を建てさせたということになります。明治期のこう建物ということで、非常に重要だということで、国の重要文化財に指定をされました。建造物としての特徴はありますか？レンガで作られてるんですけども、レンガのこう長い方と短い方をですね、一段一段交互に組み合わせて作っておりまして、これをですね、イギリス積みっていうんですけども、この建物を設計した技師がですね、ブラントンというイギリス人技師ですので、イギリス積みの技法が採用されているということになります。この灯台と地域の方々との結びつきなどはいかがですか？そうですね、地域のシンボル的な存在として非常に親しみを持たれてまして。何かこういった灯台を混ぜてのイベントなどはあるんですか？7月の上旬に白んご祭りという海女さんの祭りがあるんですけども、その時に、この灯台の内部を公開しております。この灯台 の、 重要文化財に指定されたことを受けてですね、それを契機に灯台を中心として、島の活性化につながっていけばいいなというふうに思います。皆さんもこの灯台ウィークにどこかの灯台に出かけて、その魅力を感じてみてはいかがでしょうか？海と日本。チャンネル登録よろしくお願いします。